楓役の涼太くんのさりげない仕草がすごい良かった。さりげなく橋本環奈ちゃんにあの靴履かせてあげるシーンとか、なんかもうちょっとした仕草が全てにおいてもう良かったです。最初こんな泣けるような映画だと思ってなくて、普通にキュンキュンするだけかなと思って、なんか意外と感情移入しちゃって自分が、もうなんか途中でちょっと涙出ちゃうくらいだったんで、すごいいい映画だなって。本当に素晴らしいキャスティングで、私はあーちゃん派だったんですけど、なんか他の恋愛映画って結構旗から見てるこんなことねえだろうなみたいな、結構客観的な映画が多いと思うんですけど、結構感情移入ができる役だからこそ、なんか前あのあーちゃん見てると、あ、やっぱりこんな優しい幼馴染ないから恋愛映画なんだなっていう、なんかちゃんと現実に引き戻してくれるギャップがあって、すごい私的には良かった、そこがすごい良かったなって思う。